いやー楽しかったね、レインボーシックス。そうだね、今日めっちゃ勝ったな。おもんちゃんやっぱ強いね。いやいやいや、ババさんのが強いじゃないですか。いや、まあチートだけどね。だからところでさ、おもんちゃんさ、歩くの好き？はい。え、好きですよ。あ、ほんと？うん。じゃあさ、ちょっと、やってほしいことあるんだよね。ああ、全然いいっすよ。うん。じゃあちょっと行ってみましょう。はい、ということで。あ、はい、はい。はい、ごもんさん、今、画面見えますか？見えます、見えます。はい。じゃあね、あなたにはね、今回、このね、3つのゲームをですね、やっていただこうと思いまして。ああ、いいっすよ、いいっすよ。1つ目がですね、ゴーストリコンワイルドランです。おー、指輪への。そうです、そうです。で、もう1つ目が、スカイリム。おー、超有名作品。はい。で、3つ目、こちらもね、有名作品ですよ。レッドデッドリデンプション。やってたよな。個人的にね、このゲームのね、マップがめちゃくちゃ広いと思ったんでね、この端から端までを、ちょっと歩いてほしいんですよ。ちょっとゴモンちゃん、ね、やってみようよ。検証動画ということでね。あ、わかりました。わかりました。ありがとう。じゃあ、お願いしますね。レッツ、あ、ショータイム。やってられんわ。うーわ、もうこんなとこ行きたくね。これを預かってくれ。後で取りにくれ。なんだよ。嫌な予感しかしてないんだよな、本当に。まあ、見る限り鬼のような広さだからな。いやーもうね、ミーヨンと、嘘だろう、嘘だろう、い嘘だろう、い嘘。こんにちは、元気しとった？よしよし、こっちは大丈夫だ。うわー、しかし倒せはするけど、はい、え嘘だろ。はい、ということで、お帰りなさいませ、ごもんさん。ただいま。3つのマップを歩いてもらったと思うんですけど、体感的には、はい。どんな感じでした？疲れました。まあそうでしょうね。はい。どのマップが一番、こう、体感的に、うん。長いと思いました？うん、そうだね。レッドデッドだな、やっぱり。ああ、レッドデッドか。なるほどね。うん。オッケーオッケー。わかりました。じゃあね、早速だけど、うん、今回ね、ゴモンちゃんが歩いてきた道、歩いてきたマップの時間をですね、うん、公開したいと思います。はいはいはい。はい、じゃあ3ついきますよ。じゃあまずは、ゴーストリコンからいきましょうか。お、どんぐらいかかったんだろう。はい、ゴーストリコン、かかった時間。はい。1時間22分。おー、まあまあ、そんぐらいだろうな、ゴーストリコンは。うん。いやでも、結構、広いと思ったけど、予想外でしたね。俺、2時間、3時間かかると思ってたけど、うん、微妙でしたね。意外と、1時間ぐらいで、確かに。済むもんなんだって思っちゃった。うん、もう最初のイメージそんぐらいかかると思った。そうだよね。やっぱそうだよね。うん、はい、では続いて、スカイリムいきます。うん。スカイリムにかかった時間は、27分でした。短っ。
予想以上に短い。短い。いや、でも。なんか、うん、あれかもね、スカイリムってダンジョン内とかがすごい深いから。ああ、そっか、そん中入んないと、全部は楽しめない感じか。そういうところにも凝ってるから、うん、フィールドではなくて、うん、あの、ダンジョン内とかのその探索に対してすごくこう、やり込めるゲームなんじゃないかなと思いましたね。はいはい。あ、やってて密度がすごかったな。ああ、なるほどね。スカイリムは。うん。まあ、まさかの27分という結果でしたけどね。短いね。はい、続いて、最後ですね。最後が、はい、レッドデッドリデンプション2。はい、これがですね、はい、なんとかかった時間、1時間、32分でございました。おー、同じぐらい。まあ、そうだね。ゴーストリコンと同じぐらいかな。ただね。同じぐらいか。ゴモちゃんの場合、うん、結構迷ってたからね。そうだね。だから迷ってたっていうのも含めると、もしかしたら、うん、もうちょい、もうちょい早くつけたかなっていうのもあるね。うん、いやー、本当に。レッドレッドは迷っ、あの、あの主人公がさ、うん、ちょっとした坂道を登れなくてずり落ちていくから、はいはい、ああ、そうだね。リアル重視だからね、あのゲームはね。うん。そうそう。そういうところがあるよね。だから山とかね、そうだね、結構回り込まなきゃいけない、うん、ってなるところもあったんだろうなっていう。はい、ということで、今回はですね、この3つのマップをやっていただいたんですけども、次回またね、好評だったら、ゴモンちゃんにまた足を使ってね、うん。行ってもらいますんで、他のゲームをね。ああ、また、だから、次の旅に。ええ。そういうことです。まあ、そこまでね。まあ、体力を温存しといてください。はい。ということで、はい、今回はここで終了したいと思います。それでは、最後に締めましょう。では、いきますよ。あ、せーの。さらばー。